もっと上がってるものがあるんですよね。タランティーノってやっぱちょっとおしゃれじゃないですか。マスク、アルバート・ダリ・ミュージアム、あの人の T シャツは、うん、いいものにやったら 100% ロックティー、はい、ヒップホップ上がってきました、うん、で、その中でもっと上がってるものがあるんですよね。で、今上がってるのが、映画 T シャツ、ムービー T シャツ、ムービー T シャツです。ちょっと、まあ、安いところで言うと、うん、ダークナイトって、うん、はい、それこそついこの間じゃないですか、最近の2008年なんですけど、サイズが大きいと2万から3万ぐらい、2万半ばとか、うん、ジョーカーの、まあ、いろんなパターンが、あと、ハリー・ポッター。これが35,800円なんですけど。もうそんなに上がってんだ。もうそれぐらいしちゃうんですよ。映画として人気があるから上がるとかじゃないと思うんですけど、火をつける人がいたりとか、うん、誰が出てるとか、うん、監督が誰とか、多分そこの方が値段が上がる要素はあるのかな。うん、これも、ワン、ツー、スリーとかいろいろあるじゃないですか。特にワンだと、10万近くする。子供の時みんな ET 着てましたけど。ああ、そうっすね。ET は変わんないっすね。ET はずっと7000ぐらいっすね。ET は、あと、サイズがちっちゃいのが多いんで。やっぱ今、大きく着るのが主流なんで。うんうん。その中でも上がってるのが、パルプフィクション。この名作は、おいくらになったんですか？当時の新品で売られてる状態で、まあ、デッドストックで、はい、これが今日29万8000円。29万8000円。普通の古着とか郵送だったら、はい、多分、10万半ばぐらいとか。タランティーのものは高い。なるほど。タランティーノってやっぱちょっとおしゃれじゃないですか。はいはいはい。そこだと思うんですよ。ファッション的かどうか。例えば普通のアクション映画とかだと、ファッション的でも音楽的でもないじゃないですか。映画としては面白かった。SF でもそうですけど。そういったものって、そこまで値段高騰しなくて、やっぱこういうストリートものの映画が値段は上がります。まあサブカルっぽいものってことですよね。アカデミー賞とかにならないけど、好きな人はなんかもうずっと好きでいる。監督的な人気がありますね。そうです、うん、そういう系の映画は高いです、うん、ロックティーとかって割とポピュラーで買いやすいっていうのがあると思うんですけど、はい、映画の T シャツって数自体少なくないですか？そうですね、ロックティーに比べると少ないですけど、うんうん、結構ありますね、うん、こんな映画も作ってるんだ、最近の映画とかで全然あったりするんですけど、10年前、20年前ってロックティーブームで、はい、目がそっちに行っちゃってて、はいはい、映画はやっぱそこまで流行ってないから別に無理して買うことないかなっていうので、うん、日本に入ってくる数が少なかったっていうのがあるんですよ。これも本当10年ぐらい前、数年前とかぐらい前で、本当7、8年ぐらいした。全然違う。一気に上がりました、ね。あと人気あるのが、これも数年前からなんですけど、マスク。マスク、このマスクで19万。おお、たっけ。マスクもいろんなパターンがあると思うんですよ。でやっぱマリリン・マンソンと同じで、これも迫力があればあるほど、えぐければえぐいほど、今遊歩道に多分10万ぐらいのマスクも1枚あって、でもこっちのはデザイン的にはまあ迫力があるんですけど、ジムキャリーものの絵が人気あります。へー、そうなんですね。値段がすごいつくっていうのはマスクぐらいかもしれないですけど、なんかあれですよね、グラフィックがこうなんていうんですかね、グロかわいいっていうか、そうですね、うん、なんかちょっとそういう面白さがありますよね、はい、主演で言うと、90年代、まあ基本的にこの90年代の大きいボディが人気あるんですけど、その当時で言うとやっぱりブラッド・ピット、でディカプリオ、でジョニー・デップ、はいはい、この3人の T シャツは高いです。へぇ、ファイトクラブとか。そうです、ファイトクラブも高いです。ファイトクラブ T シャツなんてあるんですね。そうです、5、6万ぐらいですかね。ファイトクラブじゃないですけど、はい、これパッと見何かわかります？あ、これセブンですか？セブンです。あ、セブンだ。そうです、45,800円。45,000円。後ろはもう何もない。何もない。すごいシンプルですけど。ジョニー・デップで言えば、シザーハンドがやっぱり一番高かった。でもさっき言った3人の映画は2000年以降の映画とかでも割と値段つきました、ね、2、3万とかついてくれたりとか。これはディカプリオでロミオ&ジュリエット、これが79,000円。タイタニックとかだと多分2万ぐらいなんですけど、白ボディ黒ボディで結構分かれる。これあのエンディングテーマレディオジュリエット、そういうのも実は結構関係してる。なるほど。いい音楽流れて、まあ、そこでやっぱファッション性が出てくるじゃないですか。そういうので跳ね上がる。映画ってセンスがいいかどうか。そうですね。大して例えば面白くなくても、うんうん、そういうので、まあ、言ってもおしゃれになるじゃないですか。うんうんうん、そこでファッションとして出来上がって、古着としての価値がついてくる。っていうのもあります。
タランティーノ、まあ、ジョニー・デップ、ディカプリオ、ブラッド・ピット、うん、あとちょっと古いですけど、ロバート・デ・ニーロ高いあロバート・デ・ニーロの映画は例えば70年代のタクシードライバーでも90年代とか80年代にやったような映画とか、はい、レイジング・ブルとか、はい、グッド・フェローとかでも高いです、はい、ロバート・デ・ニーロは高いです、どうなんですかね、やっぱ洋服が好きな人じゃないですか、うん、音楽ロックファンがバンティーにお金出してるからね、うん、そういうわけじゃないですもんね、まあ、映画も同じなんじゃないかな、例えば2万3万ぐらいだったら、うん、好きだから買うとか、うん、やはりこの金額になってくると、うん、好きだから買うの金額じゃないですか、うんうん、そうですね、やっぱりそれをファッションとして、まあ、楽しみたい人が買っていく感じだと思うんですけど、うん、ちょっとあの違うんですけど、アキラ、うんうん、これはもうサブカルの代表、そうですね、代表格みたいな。アキラも、まあ、ちょっと人気あって、これも本当に20年ぐらい前まで、多分5000、7000とかだと思うんですけど、今この T シャツが長袖で15万8000円で出してて、この T シャツを作ってるのって、このファッションビクティムっていうブランドと、フルーツオブザルームっていうブランド2つあるんですけど、特にこのファッションビクティムで作ってる方がちょっと人気があって、うんうん、でこれサイズ表記は L サイズなんですけど、うん、このサイズ表記が XL になると倍になります、まあ大きく着るのが人気あるっていうのもあると思うんですけど、特にその XL っていうサイズ表記が人気あるみたいな、例えば170センチの人も160センチの人も、うん、XL を着る、 XL が欲しい、なるほど、これもいろんなデザインあるんで、白ボディもありますし、いや、物による少ない方じゃないですか、例えばさっきのネバーマインドで言ったら黒ボディもあるんですけど、やっぱ白の方が、いや、黒ボディの方がないじゃないですか、ああそっかそっか、見たことない、なので多分黒ボディの方が高いですね、ああそういうことか、希少性ってことは、そうですね、レディオヘッドとかっていろんな色あるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ白ボディ黒ボディになると値段が上がるので、やっぱ白か黒かが人気あるじゃないですか、もう6000円、おー、39000円、たけ、このフロントが文字だけって珍しいです、はいはい、まあ、そこで多分高くなってるのもあって、やっぱデザインもまあ洒落てます、そうですね、もうかっこいいデザインというか、あ、珍しいデザイン、なるほどなるほど、まあ、より一点物に近いもの、うん、まあ、よりブートっぽいもの、あ、そういうことか、ブートっぽいけど実はオフィシャルとか、そういうのはやっぱ人気あるんじゃないですか、例えばクリストファー・ノーランとか、さっきジョーカー、ああそうですね、ジョーカーですね、はいはいはい、まだまだ活躍しそうだ、そうですね、クリストファー・ノーランはあるかもしれない、あるかもしれない、あとはクエンティン・タランティーノのまだ買える金額、例えば2000年以降とかにやったような、うん、ジャンゴでもう3万とかしてる、イングロリアス・バスターとか、あ、すいません、なんででもまだ多分買える金額だと思うんで、とにかく今映画館に並んだら T シャツ買ってた方がいいかもしれないです、うん、ママしてるんで可能性ありますよ、アニメじゃないですか。アニメちょっとあの用意しないんですけど、特に海外で人気のあるアニメ T シャツ、はい、例えば今ドラゴンボールとかは非常に2万とか3万とかで、あ、海外のところ高いんですけど、ね、でドラゴンボールの T シャツって2000年以降のものは結構多いんですけど、はい、まあ、2000年前後とか90年代のものとかでもしあったらすごいでしょう、ね、それヨーロッパとかアメリカとかで上がる、ちょっと向こうであります、アメリカボディでやっぱり使う、うん、あ、向こうって結構何でも T シャツ化したがる、あ、結構こんなのあるんだ、普通にある、例えば遊歩道で言うと、はい、前に入ったことがあるのが、ヤワラとか、ヤワラ、スラブダンク、明日のジョー、ほうほう、そういうのも入ってて、あとアンドベルベル人の方とかで言うとサムライチャンプル、2000年ぐらいに流行ってるアニメという、はい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 、サムライチャンプルもこの間3万9000円で、こうアニメとして独立してるようなアニメなんですよ、エヴァンゲリオンのコーツ、はい、エヴァンゲリオン漫画発信ですけど、はい、なんかアニメの方がインパクトのあるやつとか、 ああいうの人気あります、ね、じゃあこれから上がってくる注目株としてはアニメ、アニメじゃないですか、うん、この辺はどうなんですか、これはアート T シャツ、まあ、これは、ダリ、まあ、ダリの、まあ、デザイン、アートがマルチ、はい、これおしゃれです、ちょっと持ってきてないんですけど、例えばこう、まあ、色がついててダリの作品が一つだったり、例えばゴッホだったり、ピカソだったり、キース・ヘリングだったり、いろいろあるんで、ダリ、ゴッホは高いですね、サルバート・ダリ・ミュージアム、
ああ、ミュージアムで。美術館で売られたものだ。結構、アートってミュージアムって書いてあるんですよ。ゴッホとかも、その、ゴッホの絵が、例えばひまわりがあって、それは例えば、アメリカのどっかの美術館に行った時に、はい、そこでアメリカで、その技術を作るとか、日本に来たら日本で作るとか、あると思うんですよ。ゴッホ高いですね。ゴッホ僕数も少ないんで。あとは、まあ、アンディ・ウォーホールが使って、はいはい、これはあの、まあ、ウォーホールがデザインしたキャンベル・スープなんですけど、はいはいはい、ウォーホールも、まあ、同じで、例えば、こういう、こういう違ってみたいに、ウォーホールのなんかデザインしたものが、こう、フォトがあったりするんですけど、これはまあ、総柄でキャンベル・スープがあるんですけど、うん、これも、ちょっと79,800円。これは相当珍しいですね。バクシーとかもっと上がっていくとかないですか？バクシーも値段上がるかもしれないですね。今はまだ上がる。はい。後々っていうのはありそうですね、バンクシー。現役の人たちがどこまで T シャツ出してるかはわからないので、はい、もし見つけたら絶対買った方がいいなと思うのは、ドイツの人でゲルハルト・リヒターって人。今年ありますよね、確かに、はい。あの人の T シャツは、はい、いいボディであったら 100% 買った方がいい。アーティストとしてもちろん優れてるものがあるんですけど、はいはい、デザインですよ。オイルペインティングだったりとか、フォトみたいな絵描いたりとか、多分オイルペインティングの方が T シャツとしてやっぱ映えるじゃないですか、デザイン性として。あとまあゲルハルト・リヒターってその人もそうですし、ちょっとこう、ウォーホールとか、あっち系に近いノリがやっぱ、今現代アートで言ったらやっぱあの人かな。なので、絵画とかってなくなると値段上がるじゃないですか。はいはいはい。で、今、そういうふうに一番言われてるのは、はい、ゲルハルト・リヒターがもう今ご存命の中で最も値段が上がるんじゃないかって言われてて、まあ、アートティーはまあそうですね、まあ、あのこういう芸術とかなんでちょっと映画とか音楽とはちょっと違って、まあ、違った意味で面白いかなと、まあ、それこそ好きな絵を着るっていうのも面白いですよ。絵自体は買えない、買えなくても、はい、面白い、ありがとうございました、はい、あと思います。